ロトロに蒸されてるんですよ。非常にね、実用性のあるレシピになってますんでね。どうもーでーす。どんな時も料理が大好き、ゆうじです。はい、これ大丈夫かな。今日は僕の中でもね、結構ねバズったレシピなんですけども、ナス、ナス、ナスを使ってにうまいナスバタ丼っていうのをですね、作っていきたいなと思います。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。まあまあね、使うのはね、もうナスとバターと、あともうもう適当なやつですよ。今日はね、ちょっと小ぶりな 80g ぐらいのナスなんですけども、こいつをですね、包んでですね、600ワットで2分チンします。はい、これね、まあとりあえずこの時間でもうあれを作るか、アランモルトね。これうまいんですよね、アランモルト。はい、これをね、優勝していきたいと思います。はい、今ね、ご飯もチンしておりますからね、冷ましといてください。この状態で切っていくと、なんとですね、やけどしちゃうんですね。はい、割っとくといいです、こうやって。はい、最近ね、料理よりお酒に関するコメントの方が圧倒的に増えてきて、何系 YouTuber と名乗ったらいいのか全然分かんなくなってきましたね。ほどほどに飲んでいきたいと思います。何事もほどほどが、佐藤のご飯を使ってることも隠さないチャンネルになってきたからね。このね、レンチンしたナス、トロトロに蒸されてるんですよ。でこのナスをですね、こんな感じですね、敷き詰めていくんですね。こんな感じですね。トロッとしたナスがね、うまいんだわ、これが。考えた人をね、褒めてあげて。これ僕なんですけどね。ナスの皮もね、蒸されてるので美味しくいただけますんでね。ナスをチンするだけでね、ご飯がね、わしゃわしゃと食べられちゃうっていうですね、非常にね、実用性のあるレシピになってますんでね、皆さんもね、ぜひね、やってもらいたいなっていうふうに思うんですけども、ほらほら、こんな感じで。バターですね、ここに乗せてあげます。で、めんつゆです。だいたいね、この量だとね、大さじ1、まああとはお好みで調整していただければいいかなと思いますけども、鰹節ですね、鰹節。はい、これがね、旨味がね、足されてね、非常に美味しいんですよ。仕上げなんですけど、ここにね、わさびをね、ちょっと絞ってください。ということでですね、できました、ナスバタご飯の完成でございます。で、早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、五臓六腑に染み渡るわ。食べていきたいと思います。いただきます。うますぎる。トロットロなんですよ、これ。コクがね、これね、天丼食ってるみたいなんですよね、これね。めっちゃうまいですよ。めんつゆの甘さもね、すっごくいいし、でバターの香りもすっごくいい。かつお節のね、香りとうまみも加わって最強です、これは。ナス1本でご飯1膳食べれるんですよ、これ、ね、実はこのレシピはフィドナンスの企画で料理対決みたいな企画があったんですけど、僕が惨敗した時のレシピ。そんな悲しいレシピなんですけど、ね、食べてもらったらこれの良さが僕すげえ分かったと思うんですけど、悲しかったな、あれは。有吉さんとカズレーザーさんだけはこれ食べたいって言ってた。すいません、暗い話になってしまった。だけだけだ、今日は本当にね、お酒もにキュンキュンいける、キュンキュン。これ何本目だっけ、2本目です。あと3本取ります、これから。ナスバタとマジでうまいです。テレビでも何回も紹介されたレシピなので、ぜひ皆さん試してみてください。今回の動画面白いなとかですね、やってみたいなとか思った方はぜひチャンネル登録お願いします。